継続的に搭乗員全員に対して進めてますというところでございます。安心ですね。はい、というふうに、まあ、持っております。よろしくお願いします。本年の12月13日21時30分ごろ、名護市東海岸の沖合で米海兵隊普天間基地所属のオスプレイ機が不時着水したものでございます。飛行の再開についてでございますけれども、詳細について、まあ、いずれも調査は継続中ではあるものの、まあ、今般の事故の原因はもっぱら空中給油中の当該航空機のプロペラのブレード羽が給油ホースに接触したことによるものであると考えられることから、次の通り対処することといたしております。昼夜ともに空中給油の再開にあたり、慎重かつ段階的なアプローチが取られる。空中給油は集合教育、手順の確認および地上におけるシミュレーションなどの手順が完了した後に実施される。その上でその他の飛行についてはオスプレイ機体自体の安全は確認されていることから、12月の19日以降から再開したし、しているところでございます。いろんな人が質問してたのは、オスプレイは安全だから配備しますよって言って事故で起きてる。もうこれがね、3年前巻き戻して同じことが言えるのかなと思うぐらい、やっぱりいまいち米軍側の言うことを言ってるだけで、住んでる人、事故を目の当たりにして不安を持ってる人たちの気持ちには全く沿ってないという感じはしました。当局の関係でいけば、やはりその情報量が少ないという非常に、まあ、お叱りを受けたところでございます。住民たちの目と鼻の先の海岸であるということで、その環境への影響とかですね、そういったものに対して懸念があったので、しっかりと調査が、ね、何なりしてほしいということでしたので、まあ、そこは重く受け止めたいなと思っています。得られた情報に関しては、防衛省でもその専門家なりなんなりいますので、そこのちゃんと、まあ、チェックなりなんなりはやってます。今後また住民に対する説明の機会というのは設ける予定はありますか？情報提供を、まあ、そうやって求められているところがございますので、まあ、どういった形を取るかというのは今の段階でちょっとあれですけども、何らかの形で、まあ、やっぱりその得られた情報はですね、提示するような形にしなければと思ってますので。